受信と連絡。奴らのやることに理由なんかないさ。こんにちは、当システムサービスです。当サブユニットへのアクセスにはアクセス認証キーが必要です。申し訳ありませんが、アクセスを許可することはできません。その代わりとしまして、今回は初回アクセスをされた方に特別なサービスとして資源回収ユニットへのツアーにご招待いたします。またのご来訪心よりお待ち申し上げております。なんだ今のは。敵システムからの強制通信。資源回収ユニットと称する物体の場所を通知。ふざけやがって。ポット、僕が寝てた間の状況報告。報告。先ほどアクセスした巨大構造物について機械生命体に由来すると考えられるが、詳細は不明。また構造物から射出された大型ユニットが数箇所にあることが判明している。大型ユニット。先ほど目的地としてマークされた物体、自称資源回収ユニットと予測。ユニットの目的は不明。 A2 は現在位置、生死ともに不明。分かった。その大型ユニットの位置をマーク。目的の提示。機械生命体の殲滅。ヨルハブ隊基地バンカーが破壊された現在、各部隊員に対する命令は留保されていると判断。推奨レジスタンス部隊への合流と命令系統の再確認。命令だからやるんじゃない、僕が決めたんだ。機械生命体は殲滅する。そしてA2 を殺す。
敵大型ユニットからの大量の蒸気発生を確認。蒸気？一体何のために？不明。なんて書いてあるんだ。天使文字と呼ばれる旧時代の特殊な文字、肉の箱という文章。なんだそれ。この建物全体、内部まで機械でできてるのか。報告。の機能とは関係ない無意味な部品を多数確認。そうした部品が使用されている理由は不明。やつらのやることに意味なんてない。この森は我らの森。おさんさおさま復讐復讐。Thank you.
うるさいうるさいうるさい。エネルギー収束。気絶射切り。それじゃあ司令部を行ってみよう。ここは私が。ダメ、陽子。なんだお前。私は随行支援ユニットヨルツ皇帝。この行動は全随必要なヨルハ機体勝手にし一体何なんだあのでかいのは。不明、役に立たない箱だな。妖精ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことは。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。は？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろ。
30秒経過。要請。夜破機体 A2 の行動目的の開示。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨。大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定。これは命令ではない。夜破機体 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨。情報に不満がある場合、行動目的の更新。うるさいだまれ。否定。本支援ユニットは夜破機体 2B の最終命令によって行動中。夜破機体 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ。邪魔するな。了解。どんな敵かと思ったら大したことないよ。否定。敵機械生命体反応健在。砂漠地帯用に進化した機械生命体の推測。推奨。敵機械生命体の破壊。言われなくても。旧型モデルで悪かった。
険を感知。EMP 攻撃。推奨離脱。ここは。EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じた模様。じゃあこれは私の記憶領域か。てか何でお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。警告、ナインエスのバイタルに異変を感知。推奨、早急なデータオーバーホール。他の大型ユニットの位置を検索。さっさと認証キーを集めて塔を破壊しないと。警告、バイタルに異変を抱えたままの戦闘継続は危険。いいから検索しろ。アクセス可能な位置に稼働中の敵大型ユニットを確認。マップにユニットの場所をマーク。